おはようございます。ようこそ、たかしゃんへ。キャンピングカーで全国を巡っていたときに、経験した思い出話をしたいと思います。最初に、これが、全国道の駅を制覇した認定証です。で、これは全国それぞれの道の駅で、スタンプをもらいながら、各うちの連絡協会にから、証明書をもらって、最終的に全国の道の駅連絡協議会に、資料を提出して、送られてきました。これと一緒に、ステッカーももらいましたけども、それはキャンピングカーに貼って、最終的にも今手元にはありません。で、よく人からですね、あんた金と暇があるけんできるんだと、いうようなことを言われましたけども、もちろんそれはある程度必要かもしれませんが、まず第一はやっぱり健康であることですね。健康で、その体調が良くないと行こうという気になりませんし、なかなか踏ん切りがつきません。そのために私は人並み以上の健康に対する気の使い方をしてきたと思います。これについてはまたおいおい、お話ししていきますが、よく金のある時は暇がない、暇のある時は金がない、じゃあ両方ある時は何て言うでしょうか。金がある時は暇がない、暇がある時は金がない、両方ある時は先がないと言います。私はそのことを聞いて妙に 何て言うんですか、考えさせられたというか、ちょっと気になったので、メモしました。キャンピングカーはですね、風に弱いんですよね。ですから、全国を巡る時も高速道路はもうほとんど走らなかったですね。で、一番怖かったのはやはり台風の時。もう何度も経験しました。愛知県の、伊勢湾台風じゃないですけども、その愛知県を襲った時、ちょうどど真ん中にいました。もう車が動かせなくて、まあ道の駅に退避するまでの工程がすごいハンドルを取られて、怖かったですね。だから山陰でもありました。四国でもありました。それと感じたのは、東北とかですね、島は風が強いですね。まあ遮るものがないのか、東北の空風っていうんですか、もうあるんでしょうけども、非常に怖い思いをしました。それから地震ですね。私は北九州ですから、そんなに地震を感じることはないんですよね。それだけに、一回埼玉の越谷の方で、それは駐車してたんですよね。もう夜だったと思うんですけど、結構すごい地震が来てですね、もう怖かったのを覚えてますけど、その近くの人に聞いたら、ああ、確かに大きかったねっていうぐらいで、別に驚いてないんですよね。まあ、慣れというか、実はに本当びっくりしました、それは。ただ、その自然現象、大雨にも遭いましたし、土砂崩れが起こる寸前に、通り抜けた山道を、狭い山道を通り抜けたこともあります。しかし、最終的に一番怖いのはですね、やっぱり人ですね。道の駅なんかに、停車して、寝るんですけど、
もう、暴走車が私の車の周りをぐるぐる回って、来ますし、なんか変な人もたくさん会いましたね。まあ、それがやっぱり一番、まあ、恐怖というか、あれでしたね。まあ、被害は受けてないですけども、そういうことがありました。まあ、おいおい、行った先々の、ことをお話していきますけども、この金と暇とその健康と、もう一つはですね、計画性だと思うんですよね。もう行く前に何月何日何時何分何時何分まで書いて、どこどこに行くと、どこを訪ねると、その間いろいろ本を見てですね、いわゆる景観の綺麗なところ、そういうところは前もって調べて、そしてこう行ってこう行ってという、まあ1ヶ月ぐらいのスケジュールを立てるんですが、まあそれがあったおかげでなんとか行けたんだというふうに思ってますので、まあ偉そうに聞こえるかもしれませんけど、まあ金と暇と健康と、まあ、計画性ですね。この4つが必要な条件のような気がします。では、今日も撮りだめた写真を見ていただきます。最初は佐賀県の肥前町にあります色羽島からの撮影です。いかにも外国の海岸のような雰囲気がありましたので、A Foreign Beach、 異国の浜辺とタイトルをつけました。向こうに見えるとんがり屋根の建物は公衆トイレです。次は同じ佐賀県の唐津市の東山というところの茶畑です。いかにも茶の香りが漂うような雰囲気だったので、 The Aroma of Tea とタイトルをつけました。これは島根県の雲南市というところのに棚田を取りに行って、その後この展望台から大平山を撮影しました。ちょうど夕日が傾きかけて強い日差しだったので、ハーフ ND を使ったのを覚えています。タイトルは「沈む大平山」、マウント大平アッチサンセットと名付けました。続いて4枚目は福岡県のうきは市というところの道の駅から、撮影した夕日です。ここは私のお気に入りの場所で、道の駅の横に大きい公園があって、夕日撮影スポットとしてはとてもいいですね。タイトルは「今日もありがとう」としました。なんだか見ているうちに感謝する気持ちが
上がりましたね。Thanks again today というタイトルにしました。次は最後になりますが、福岡県の英彦山のふもとにあります深倉峡というところからの撮影です。アジサイが山の中で精一杯咲いているという思いがしましたので、タイトルを One Ability 精一杯と名付けました。まだまだ